はい、どうも名古屋の実行者チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、2025年大学入学共通テストが変わるという話をしていきたいと思います。おそらくですね、ニュースを見られて英語の記述式っていうものの導入が2025年からね、スルスル言ってたんですけども、これを断念したっていうことが決定されたそうです。記述式っていうのはもうハードルがかなり上がるんですよ。大学受験っていう、共通テストですね、共通テストを受けるのっていうのは大体50万以上受けるんですよ。50万人以上が受ける、そこで、ね、記述式っていうものを導入するとどうなるかっていうと、採点の、ミスというか採点の差が絶対生まれてしまうんですよね。これは50万人分の、記述なので、かなりハードルが上がっちゃうんですよ。あとは問題を作る側もね、大変になったりとかするっていうこともあるので、いろいろと問題点があるけども、政府というか大学入試センターはそういった形を取るって言ってました。これに関してね、少し話をしていきたいと思います。またね、後々いろんなことが変わったりとか、どういったことが変わっていくのかっていうのをまたまとめてね、動画で出したいなと思いますので、もし興味ある方はチャンネル登録、高評価、コメントだったりとかもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあ話をしていきたいと思います。ニュースで流れたと思うんですけども、文部科学省の有識者会議 で英語の読む、聞く、話す、書くの、4つの、ね、技術っていうものを大学入学共通テストっていうもので、差を、つけたいっていう形だったんですけども、これのハードルがかなり上がってたんですよ。で、元は言えばね、センター試験っていうものがどうやって開かれてたのかっていうと、足切り用だったりとかするんですよ。この子はこういった学力を持ってる、だからこういった大学を受けれるっていう、足切り用として使ってたっていうのがあるのに、なぜそこに記述式っていうものを入れるのかって疑問に思ってた大学が非常に多かったんですよ。これは僕が勝手に言ってるわけではなくて、アンケートを取られたそうで、アンケートで見た結果、こういった英語の記述式の反応っていうものを導入しないっていうことを2割ぐらいの大学がもう言ってたんですよ。このセンター試験、共通テストっていうものを、英語のね、ものを取り入れるっていう形を8割の大学が否定をしてて、2割の大学しかもうそれを採用しないって言ってたんですよ。つまり点数があったとしても、それをね、もう見ないって判断をしてる、そういった共通テストになろうとしてたんですよ。で、ここでね、アンケートも取ったし、あとはコスト的にも結構厳しかったんですよ。センター試験の時がそうなんですけども、結構コストはかかってると。でね、受験費用も少しずつ上がってきてるんですけども、そういったこともあるので、断念をしたっていう結果になったそうです。ただね、2025年、今の中3なんですけども、の時から変わる内容っていうのは結構あって、例えば、社会系とか、数学だったりとか、あとは情報を追加するっていうニュースが多分流れたと思うんですけども、こういったところがね、少しずつ変わってきちゃってるんですよ。2025年はまた波乱が起こるんだろうなと思うんですけども、なぜね、共通テスト、大学入試センターっていうものが、非常に良かったのに、それをなぜ変えようとしたのか。これはね、裏があるんですけども、そこら辺はちょっと置いといて、ただね、非常に良かったものを変えて、で、良くないものに変わっていくっていうのは、受験生を混乱させるっていうことにもなるので、結構ね、大学側も反発をしてたりとか、受験生の子たちもね、反発はしてるんですけども、今回ね、こういった結果になりました。今後どうなっていくのかっていうのは、また動画でも出していきたいと思いますので、もしね、興味ある方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントだったりとかもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。